は第21回国民文化祭山口2006神楽フェスティバル神楽伝承の証を山口からにご来場いただきまして誠にありがとうございます。さあ続きましては四国は高知県高岡郡からご参加の相撲山神楽保存会の皆様によります鬼神退治と山探しをご覧いただきます。角山神楽は延暦13年913年藤原の常高が角山郷へ入国し伊予の国より三島神社を勧請して守護神として祀られた頃から代々の神職によって歌い継ぎ舞い継がれたものと伝えられています。1000年以上の伝統も昭和20年の廃線と神楽習得者の減少とが重なり一時期廃れかかっていました。しかしこれを惜しむ地域の方々の熱意が昭和23年に角山神楽保存会の設立となりました。急テンポな音色に合わせた舞でありながら優美早朝でまさに雅の言葉そのものです。それでは角山神楽保存会の皆さんで鬼神退治と山探しです。神の御使いなり、何に勝利があるのか、ただいま